マイナック紹介ですね今回はその第69回ですねはいでまあしばらくですねちょっとこのマイナック紹介休んでましたがまあ久々の紹介になりますはいでですね今回紹介するのはですね東アフリカのモザンビーク共和国でタイトルとしてですね公用語はポルトガル語という形でですね話し進めたいと思いますはい でこれモザンビークの地図ですね。これ、あの東アフリカのですねちょうどあの海沿い、このマダガスカル島のちょうど豊見ぐらいですねにあります。はいでこれがですねあの、ま、周辺地図、諸々の地図で、これ隣接するのはですねタンザニア、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、あとエサティニともですね個性してますね。ねあと、この海を隔ててマダガスカル島とも近いと。 いうんで、これかなりですね、これ隣接する国多いですね。はい、で、下の、下のマプトがですね、これ本当南側ですね、もう本当にもう南アフリカに近い辺りの海沿いにある町です、うんはい。でですね、これモザンビークの基本情報としてはですね、首都がマプト、で、人口がですね、えー、2967万、まあ大体3000万弱ですね。で、面積が79.9万平方キロメートル、まあ80万平方キロメートルですね。 いいこれは日本の2倍ぐらいですね、はい、で人種としてはです、ね、あのマックアー族、ロムウェイ族と40ぐらいの部族がいると。おのおのがこう言語を持っているということみたいですね、はいで。宗教はキリスト教、イスラム教、伝統宗教。で言語がポル,トポルトガル語がこういう語になっていると。まあ、ここがちょっとこの国のポイントですね。はい、で通貨がメディカルというのを使っているということです。 でこれモザンビークの歴史ですね、これはのバスコ・ダ・ガマが最初に到達したと、1948年ですね、まあ、そこから始まると、あのモザンビークとね、到達してから始まるということみたいで、まあ、そこからあのまあポルトガルですね、その関係でポルトガルのまあ統治が始まって、で、これ、ポルトガルから独立するのが1975年なんですね、はい、でその後、のこの1977年からですね、1992年、 これ結構長い期間、このモザンビーク内戦というのがこう行われているんですね。ただ、政権はですね大統領自身はそんなにこう頻繁にこう変わるわけじゃなくて、このシサの大統領ですね、でその後のこのゲブーザ大統領、で現在のニーユ,ユシ大統領ですね、という形で、まあ、大統領、まあ、自体はそんなに変わってないということみたいです。 でですね、これトピック一番としてです、ね、このモザンビック内戦、はい、でこれ1977年から1990年まで,です、ね、もうかなり長い期間、まあ、内戦があったとでこれポルトガルから独立した当初から始まったみたいでそのとおり政権を持ってたフリー・リモという,こうグループとです、ね、であとその南アフリカローデシアがこう後押しするレ,レナモ この2つのグループがまあずっと争っていたと。ただ、あのー、この冷戦終結で,で,す、ね、でフリーリモの後ろ盾だったソビエトが崩壊した、でレルマムの後ろ盾の,その南アフリカはです、ね、ローゼシア、この辺もそのアパルトヘイトの終焉によってです、ねまあ、のやっぱ力がなくなっていたということで。 も結局、まあ、互いにですね、後ろ盾がなくなったんで、でそこであのヨーロッパ諸国の、まあ、仲裁もあって、で、この和平協定が調印されたと。これが1992年ですね。で、ただ、それ以降もですね、やっぱり水面下ではいろいろこうトラブル、まあ、まあ、一種こう、まあない、<laughs> トラブルは、トラブルっていうかですね、まあ、緊張状態は続いたみたいですが。 2019年8月ですね、まあ、つい最近ですね、まあ、正式に和平協定に調印して、まあ、正式に内戦も終結したということみたいですね。まあ、これ、結構高くついたでしょうね、この長い間の内戦というのは。はいでですね、これトピックにも渡して、天然ガス開発プロジェクトですね、再開。 でこれつい先日、ですねあの日本の岸田総理大臣がですねアフリカを歴訪したときに、確か一番最後の訪問国がこのモザンビークで、ですねこのニューシー大統領と会談したと、でまあ、そのときにいろいろテーマがあったと思うんですが、まあ、その大きなテーマの一つが、ですね、まあ、あの日本企業が投資してですね開発しているその天然ガス、これがですねあの治安悪化等の理由で、ですねちょ,っとちょっとその開発プロジェクトが、まあ、ストップしたと。 でこれを再開するということが,のが趣旨だったみたいで確か水井さんがです、ねまあ、この案件をやっているみたいなんですが、まあ、ただ、これ、ね、すごいですねなんか世界有数の埋蔵量を誇る天然ガスということなのでこ,れこの天然ガスが頻繁にです、ね、このとこ,こう出るようになればです、ね、これそのモザンビクの将来というのもこれすごく有望ですね。 あの中東のカタールたりもがですねまあ石油もそうですが天然ガスで,ですねあんなにこう潤っているのであのまあそういった意味ではこのモザンビークですねこれ将来性はかなりあると思います。ででこれトピックス3番としてですね頻繁に起こる自然災害このモザンビーク場所があんまりよくないんですかねなんかこの台風をこう直撃こうで受けると。 いいうことみたいで、まあ、台風吟水みたいなところにあるんですかね、まあ、ですので頻繁にこのサイクロン、干ばつ、洪水などの被害を受けると。で、これですね、まあ、近いところで一番有名なのが、2019年3月のですねこのサイクロン以来ですね。で、なんとこの時の被害が甚大だったみたいで、あの発生後1年たった2020年3月の段階でもう被災者が250万人いたというんで。 どれだけ大きな、ね、この被害だったのかっていうふうに思うのですがあのまだまだですねモザンビーク自体がですね、まあまあ、内戦その内の時期が長かったのでそのまだインフラがこう出来上がってなくてでまあやっぱり貧困層の人がすごく多いということがですねこう問題になってるのででまあもう内戦も終わってですね政情も,も安定してで まあ天然ガスみたいなんですね。まあ、資源もこうまあ、取れるという形になればですね。まあ、まあ、こういったまあ、まあ、問題もですね、もう,こう徐々に解決していくんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、これ、モザンビークのですね有名人ですね、これエウ,エウゼビオですね。 でこれです、ね、エウゼビこは確かもう、もうちょっと僕も古い記憶なんですが、あのまあ、ペレーとハルですね、あの当時ですね、の本当、ポルトガルのストライカーで、まあ、その黒い表ってとわれてる、まあ、その辺のことはちょっと頭にあって、ただ、今の今まで,です、ね、このエウゼビのポル,トポルトガルの人かなと思ってたら、なんとですね、このモザンビークのことをいろいろ見てたら、モザンビークの出身の人なんですね。この あのローレンス・マルケスですから、まあ、マプトです、ね、の出身のサッカー選手ということなので,あ、はいでまあ、モザンビーク出身の、まあ、有名人ということですねあの日本の河、ね、本選手です、ね、がこのエウゼビオをこうすごく参考にしたプレースタイルだったというふうに言われてあてもう本当、ペレとエウゼビオ っていうぐらいだったので、もうとんでもないこうスーパースターだったと思います。あの名前としてはですね、よく聞くんですが、そのプレイ自体はちょっと見たことないので、まあ、ちょっとこれを機会にですね、ちょっとなんかまあ、ビデオ、まあ動画でなんか残ってないか、ちょっと後で見てみようと思います。はい。でですね、これモザンビークの観光ですね。これ、まだまだ観光開発っていうのはされてないんですが、あの首都のマップトがですね、なんかこうポルトガル風のすごくこう、まあ、 味のある街というふうに聞いてるのでまあまあどんな感じなんでしょうねまあマカオみたいな感じじゃないかなというふうにはちょっと思うんですがあのはいまあ下のマップとですねあとこのモザンビーク島ですねここあのモザンビークの国があってでモザンビーク島って島があるんですねで、まあ、ここもちょっと観光地になっているのでまあ逆にこのモザンビークに行く時に、まあ、ダイレクトにモザンビーク島に入るという入り方もちょっとあるんじゃないかなと。 いいうふうに思ままますが、まあまあどんんなな感じなんでしょうねあのバスコーダー・ダガマがですね最初を見つけたのでそういった記念碑みたいなのもあるんじゃないかと思うんですが、はい、あとこのキリンバス国立海洋公園ですね、まあ、この辺は海が綺麗いで、まあ、動物も、まあ、陸海、まあ、両方いるみたいなんですが特に海でですねジュゴンとかがいるみたいですね。 でですので、まあ、なかなかね、ジュゴンなんかはこう見れるところがないので、まあ、機会があればこの辺でちょっと見てみたいなと、まあ、見れるかどうかは分かりませんが、というふうに思います。はい、ということで、ですねこれ、戻りコースとしてはです、ねまあ、ちょっと遠いんですが、あのまあ、南回りですね、ヨハネスブルクからこう入る入り方、あとアジアから行くときは、バンコク、アジサビバの経由でですね、まあ、入る形がいいんじゃないかなと。 まあ,あとはその香港からヨハネスブルクで入る入り方ですかね。あとヨーロッパから入るときはですねその宗主国だったポルトガルのリスボンから入ると、まあ、こういったルートもあるとあとこれ陸路でですねこのマラウイとかザンビアとかですねあと SRT にです、ね、この辺から入る入り方もまあ,あるんで、まあ、いろんな入り方あるのかなというふうに思いますこの国ですね。はい ということでですね、今回はモザンビーク共和国の紹介でした。